メノミニー軍はアメリカ合衆国ウィスコンシン州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4232人であり、2000年の4562人から7.2%減少した。州内で人口最小の軍である。人口の90%近くがメノミニー族インディアンであり、ミシシッピ川より東部でインディアンが多数を占める。 唯一の軍である。軍庁所在地は国勢調査指定地域のケシーナであり、同軍で人口最大の都市でもある。メノミニー軍は1959年7月3日に設立された。州内では最も新しい軍になっている。これはメノミニーインディアン居留地が1961年に閉鎖されることが予定されていた時期だった。 インディアン居留地は1973年に現状復帰され、現在は軍と共存の形をとっている。軍内の土地の大半が登録されたメノミニー族インディアンの占有のために連邦政府の新宅に置かれている。居留地廃止の時代に売買が行われた土地や、軍南東部レジェンド湖周辺の多くの区画は非インディアンが個人所有する土地になっている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は365平方マイルであり、このうち陸地358平方マイル、水域は7平方マイルで、水域率は1.93%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウィスコンシン州道55号線、ケシーナ近くの軍入り口標識群内の大半の、 土地は森林である。メノミニー群は法人化された町がないことで、州内三群しかないものの一つである。ありがとうございます。